にちは、こんばんは、テディです。今回はコールオブデューティーブラックオプス4ゾンビモードで、パークを4つ飲むとクイックリロードが適用された状態に仕様変更されたとのことで検証してみました。リロード適用前と後、武器3種を検証してみたので参考にしてみていただければと思います。結論先に言いますと、まずパッカーパンチするしないに限らずリロード速度は変わりませんでした。ショットガンだと一発で装填できる弾の数の違いはありますが、仮に同じ回数装填するリロードの場合には速度は変わらないという形になります。公式的には、クイックリロードが適用されていると 33% 装填が速くなるということです。ではまずパッカーパンチしているしていないでリロードの差が出るか見てみましょう。クイックリロードは両方とも適用されていません。左が通常のショットガンのモグ、そして画面右側がパッカーパンチしたモグとなっています。4発分の装填です。お次にアサルトライフルの ICR7 です。左が通常の ICR、 右がパッカーパンチした ICR です。お次にライトマシンガンのタイタン、左が通常のタイタン、右がパッカーパンチしたタイタンとなります。このようにですね、どの武器もパッカーパンチしているしていないに限らずリロードの速度は変わらないようです。次にクイックリロードのありなしを見てみましょう。ショットガンのモグからなんですけれども、画面左が通常、画面右がクイックリロードが適用されたものです。こちらはパッカーパンチバージョンとなります。アサルトライフルの ICR7 で画面左が通常、画面右がクイックリロードが適用されたものです。同様にこちらがパッカーパンチの ICR7 です。ライトマシンガンのタイタンですね、画面左が通常、画面右がクイックリロードが適用されたものです。このようにクイックリロードが適用されていると体感して速くなっているのがわかると思います。お次に武器3種のキャプションは省略しますが、両方ともクイックリロードが適用されていて、画面左が通常武器、画面右がパッカーパンチ武器となっています。最後にモグのリロードで、画面左が通常の、4発の装填、そして画面右がクイックリロード6発の装填となっています。
はい、いかがでしたでしょうか。体感的にはね、1.5 倍ぐらい速くなってる気がしますよね。謎解きをやっていて後半の方にならないと、パークを飲む余裕が出てこなかったり、何よりダウンするとパークがなくなってしまうので、ダウンしないという自信がなければパーク飲めないと思うんですけど、むしろあった方がね、立ち回りが楽になりますし、追加でクイックリロードがあれば心に余裕を持ってプレイできるかなと思います。自分も最近はプレイにも慣れてきて、パークは優先的に飲むようにしてますね。ぜひ参考にしてみてください。動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。テディでした。